世界銀行東京事務所では今回年次総会に合わせてこのワートビルテイクのキャンペーンに参加しています。これは来た人みんなに対して貧困をなくすために必要なことはということで日本語でコメントを求めています。でこうやって教育歴とか分かち合うこと、こういったことラブとかそういうこともいろいろもらっています。私は貧困をなくすためにはまず小さなことからでも協力と思いやりの心を忘れずに助け合いの心を持って毎日を生活することが大切だと思っています。学習の機会が世界中のいろんな人に、平等にというか求めるものが与えられることだと思います。貧困をなくすためには一人一人がその貧困で起きている問題を理解してその現状を受け止めて協力していくことが必要だなと思っています。少しでもいいから普段少しの時間でもいいから新聞とか読んだりまたニュースを見たりそこで世界の人々がどんなことが起こっているのかどんな問題と向き合っているのかということを知っていって一人一人がその知識をしてもっと世界改善していけたらなと思っています。みんながこうやってクレープとかを食べるために貧しい国にいるから考えて、現金体小さくなった靴を他の国にあげます。